バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのヨコです。今夜のバニラスカイは、やっと今週の放送が来た、ということでですよ皆さん、やっと嬉しい告知じゃなくてもうご報告だね、ご報告ができます。どんだけヨコは興奮しているんだ。ということで最後までヨコとイチャイチャお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。今週もですね、ヨーコはちょっと世界平和についていろいろと考えるタイミングをいただきました。皆さんもね、いろんなことを思われた1週間だったんじゃないかなと。テレビをつけることあんまりヨーコはないんです、人生でですね。もうほんと今年、1時間テレビを見たかな、1時間も見てないだろうなっていうようなね、ほんとですよ。もう今年この1ね、1年でって言ってもう9ヶ月過ぎようとしておりますがね、まあそのヨコはね、いつもこう SNS だけでなくこう携帯とかからね、まあ、ニュースは見るようにしているんですけれども、まあとにかく、私は何が言いたいかと言いますと、テレビをねあまり見ないヨコでも、すごくね、世界平和を考えさせられる心をね、ちょっとね、はあ、でもね、記事とか目にいっぱいしました、この1週間ね。ぜひ私この曲皆様と一緒に音時間でねご一緒する、歌わせていただく時には皆さんの幸せのことだけを考えています。また出会わぬ明日以降やっと出会えるね、皆さんの幸せも考えています、願っています。皆さんの曲一緒にハッピーでみんながありますようにという思いを込めてお聞きいただきたいです。ヨーコでキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよ。お聴きいただきました曲はヨーコでキス&ハグでした。皆さんにやっと報告ができます。実は私9月28日昨日より作詞家デビューいたしました。イエイ、おめでとう。なんで今日に限ってゲストがいないんだ後でゲストっぽい一子ね、ゲストっぽいゲスト一子来てくれたらいいのになみたいなね、こんな時だけ呼び上がってと言われそうではございますが、まあまあね、皆さん、作詞家デビューのヨーコでございます。ヨーコのいろんな肩書きに、いやあくまで私はシンガーソングライターなんですけれども、ミュージックビデオを作るときは監督になったり、プロモーションビデオを作るときも監督になったり、
でも作っている時にはもう敏腕アシスタントマネージャーでいたりもうとにかく自分で営業したり、いろんな顔を持ちながら、まあ最近ね、私シンガーソングライターママという肩書きになったんです。なんかこうシンガーソングライターだけじゃなくてママだけじゃなくてレベルアップしたいなと思った時にくっつけちゃえみたいなことになったんですけれども、まあ、とにかく皆さんもね、今まで生きてらしていろんな肩書きを持たれた人生かと思いますが、私も昨日よりシンガーソングライターママに作詞家というね、勝手にそうやってね、まあ、勝手にというかそういうことでございます。はい、つきましたのでぜひともよろしくお願いいたします。お仕事ください。でね、どんなの作詞をさせていただいたかと言いますと、YouTuber の方でね、 YouTube や TikTok のも動画クリエイターの方、ピーマル様という方がいらっしゃるんですね。で、その方が9月28日にセカンドアルバムをリリースされまして、ラブホリックというねタイトルなんでございますが、6曲目に収録のサニーという楽曲を陽子が作詞をさせていただきました。サニーはですね、もう早いものでカラオケにも入っていますし、で、ピーマル様サニー歌詞とね検索いただきますと、もう歌詞が出てくるんですよね、ウェブ上に。早いですね、やっぱメジャーの方は違いますね。そうなので、ぜひぜひ陽子どんな歌詞を書いたんだ、どんな曲をね一緒に作ることができたんだとね、チェックしてください。そしてね、もうピーマル様面白いですよ。もうツイッター、インスタ、TikTok でホームページでしょ、 YouTube で他にもあるんですけれども、もう SNS ね駆使されてて、どこからアクセスしてもまた違うものでね発信されているので楽しめますし、 2.5 次元と呼ばれるね世界の方なんですけれども、なんか面白さは世代を超えるなと、私も楽しませていただいております。ピーマル様ぜひチェックされてください。お、ちょっとゲストっぽいゲストをこの後ご紹介できそうでございますね。その前に2曲目を皆さんにお聴きいただきたいと思います。陽子今日ハッピーハッピーすぎてたまりません。ライブの時にね、最近ね外で歌うことが多いので、一緒に歌いましょうって言ってね、なん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 って一緒に歌ってもらってます。今夜も皆さんと一緒にダイアリー、悲しくなるわけなんて一つもないのに、心細い魔法のような時間は過ぎて振り返り、考えるおろしたての靴で追いかけてたの、眩い光る未来の姿を、汗だ写真の少女はこっちを向いて笑った。ねじめくる指が震え、涙がこぼれる、愛しい過ごした時間を。お聴きいただきました曲は陽子でダイアリーでした。一緒に歌ってくださりありがとうございます。では今日はゲストっぽいゲスト、石井のご登場です。こんばんは。こんばんは、石井です。石井さん、陽子
おめでとうございます。おめでとうございます。とうとうね、自分の曲では詩は作ってたけど、うん、他人のアーティスト様に、他人のって言ってたんだけど他の、ね、外部のね、そうそうそう、うん、に書くようになりましたね。なりましたね、嬉しい。あんなに歌詞が書けないって言って、もう半泣きじゃなくて泣いてたのにねなんかなんかすごい陽子っぽいっちゃ陽子っぽいし、うんうん、陽子っぽくないっちゃ陽子っぽくないし、そうそう、素晴らしいですよ。 ありがとうございます、先生。はい、ありがとうございます。陽子先生でございます調子に乗っております。公演のバニラ使い、作詞家の陽子と作曲家の石でお届けしております。はい皆様、私たち2人にお仕事ください待ってます来年こそね、でも沖縄行きたいですね。行きたいですね、うん、石井さんが、はい、カラオケにさ、一緒に行く機会がある時とか、カラオケでこういう曲作ったんですよって言って流した時に、うん、作曲家石井、編曲、まあ、どっちも石塚博之って書かれるじゃないですか、うん、陽子それしたいと思って、ジョイサウンドに行って、今度からそうそうそう、サニーを入れた、ピーマル様のサニーを入れたらヨーコって作詞出ますね。出てきますね。まあ浮かれておりますよ。でもね、石井さん、私ね、何が嬉しいかというと、私のフォロワーさんよりもう全然桁違いなアーティストさんで、その方のもう言葉選ばずに言っていいですね。実はね、シノン、うちの娘中学校3年生なんですけれどもね、シノンがね、その方 の、 YouTube のコメント欄を見て、ママってサニーって楽曲のことをこんなに楽しみにしている人がいてくれたんだねって言って、コメントをいろいろスクショしてね、見せてくれたんですよ。そしたらね、やっぱりもうすっごい数の方がピーマル様っていうアーティストさんを応援することによって救われてるというか、で楽しみでハッピーでいてくれる、それをもう見て、あーよかった私ってすごい思ったんですよ。役に立てて、で自分っていうアーティストでね、皆様に力をいただくことあっても、自分がどれだけの方の力になれてるのかなってね、うん、歌い続ける意味、作り続ける意味あるのかなってやっぱり思ったりするわけですよ。自信がないとかあるとかそういう次元じゃなくて、私って本当にこうシンガーソングライターとして意味があるのかなって思う時とかがあったんですけれども、このピーマル様のそのコメント欄で、皆さんが楽しみにされている、またサニーっていう楽曲を名指しで楽しみにされているっていうのを娘から教えてもらって、うわーよかった私続けてこれてよかったってね思いました、うん、だから石井さんとか周りのね先輩方、こうやって多くの方々に楽曲提供、作詞提供ね、アレンジされてっていうので、もう力になってたんだって言ったら、ますます尊敬ですし、あ、私もちょっと仲間入りできたんだと思ったらめちゃくちゃ嬉しくて、うん、そうですね、うんうん、なんかさ、うん、すごいその作詞してる時の、はい、まあ、苦労ですか、うんうんうん、なんかそういうのをちょこっとだけ僕も見てたので、うん、あ、はい、うん、やっぱ人 の、 詩を作るっていうのはやっぱり大変なんですかね。あ、それは今回はそこまではなかったんですよ。自分の曲の方が結構大変でした。っていうのも、こういうコンセプトでこういうものをアプローチでっていうのもいいかと思いますっていうのが、まあ、あるじゃないですか、クライアントさんのね、うんうん、コンセプトがね、それにバッチリハマったわけですね。そうそう、で全くそのコンセプトのワードを知らなかったわけ、うんうん、だから検索して、うん、20代なのかな彼女は、うん、だけど35歳の陽子に落とし込み、うん、で、10代とか20代の子供たちは使うであろうワードを使ってみたり、うん、なんかすごい、だから僕見てて歌詞を見てすごくなんか今っぽいなっていうか思いましたね。 SNS とかそういうのとね、なんかこういろいろリンクしたような歌詞で、うんうん、そうですね、素晴らしいと思いました。 ありがとうございます。だってシノンが、うん、え、これママが書いたのって言いやがった、うん、いやそうかもね、そのヨーコっていうアーティストの自分の曲の詞とはまた全然違うし、そうですね、うんうんうん、だからそう思う人もいるかもしれないけど、うんうん、まあ、それもヨーコなんでね。そうなの、そうなの、全部
そうだから私最近歌詞書くのすごく楽しくなってきて、考えるのがね、ある意味女優さんになった気分です、だけど女優さんっていうのはさ、役を演じるじゃないですか、私の場合は女優を作るって感じ、歌詞を書くことによって、私は私であるんだけれども、クライアントさんだったりとかそういうアーティストさんで、そのコンセプトに沿って誰かの役に立つっていうのが楽しくて仕方がなくなってきて、いいことですね、なのでヒーローとかなんか可愛い天使ちゃんみたいに人を助ける何かこう、そういうヒーローを私は歌詞によって作り出してる、生み出してるっていう気分になってきて、あ、これって誰かの役に立てるって本当に嬉しいことなんだな、こんな仕事できるって最高だなって自分をね、ここのとこ褒めてあげてます。褒めてくださいどんどん褒めないと。そうですね、だって本当に素晴らしいね、詩ができたわけだし、よかった、よかったですよ、ありがとうございます、ぜひね、あの本当はピーマル様サニーってね、あの SUNNY って書きますんでね、サニー検索されてください。でピーマル様はファーストアルバムサニーっていう楽曲をね作ってらっしゃるので、そうそう、あれタイトルですか、あ、ごめんなさい、そう、楽曲じゃない、ごめんなさい、タイトルですね、タイトルを作ってらっしゃるので、見てみてください。はい、陽子はね、いろんな形で誰かの役に立ちたいなってね思って生きてきてはいましたけれども、最近強く思って来週は来週でまた新しいね、取り組みをご報告予定ではございますので、はい、楽しみですね、そちらもお楽しみください、お楽しみにお待ちくださいですね、はい、では10月1日いよいよ明後日でございます、イッシージャムナイト鹿児島市のキャパルボホールで開催でございます。お席にもね、余裕がないと今ライブができませんから、皆さん換気とかバッチシですので楽しみにお越しください。沖縄からもね、そう、間に合いますよ。で、今回は陽子のステージはピース、もう平和でございます。この楽曲みんなで歌います。ぜひ一緒に歌いに来てください。では今夜最後の曲、陽子でビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれ叫んでも届かないなら、わからないなら、変わらないなら、あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらない、全てではない、空を見上げて心を強く、悲しみさ
ことができなくても心と心抱きしめて私たちの新しい日々。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。お願いいたします。ね、先ほどからずっとピーマル様のお話をしておりますが、はい、ピーマル様セカンドアルバムラブホリック、素晴らしいクリエイターの方々が集結した本当ね楽しい素敵なラブソングいっぱいのアルバムになっております。私もね初回限定版がまだ届かないから楽しみ、めちゃくちゃ楽しみです。いろんなねところからねご購入もいただけますしお聴きもいただけますので、ヨーコの作詞担当しましたサニーという曲もお聴きくださいね。ではね皆さん、10月1日はイッシージャムナイトね、イッシーさん楽しみですね。そうですね、鹿児島キャパルボホール、うん、キャパルボホール、そうです、キャパルボホールでございます、はい、17時半会場、うん、18時開演です。はい、そうです。でね、今回もいろんなアーティストさんたちと一緒にイッシージャムナイト盛り上げます。ヨーコはもちろんでございますが、はい、ナンバーナインで山田武史さん、ギターの武ちゃんがねまた参戦してくださいますね、はい、そしてあナンバーナインはもちろんハードコアします最後なんでねヨーコの後ねみんな楽しんでください。そしてアップルジャム、なんとつかさ兄ちゃんだけでなく今回はミカちゃんも東京から帰ってきてくれて、はい、2人で参戦です。そしてカズカちゃん、うんうん、でもって、今回はですねシノン大先生が何か企んでおります、うん、それも楽しみですね。楽しみでございます。来ていただけるとその楽しみ方がわかります。そうそう、うん、一緒に楽しんじゃえるのでヨーコのライブで今までで一番楽しいはずそう、そしてね最後に急遽みんなをね愛してやまない世界のヒーロー生身のゆるキャラジャンケンマンが来てくれます。お、素晴らしい、はい、彼はね今カタールに今年の、ね、ワールドカップ、はい、に被災した子どもたちを一緒に連れて行って、うん、日本からの感謝の気持ちをカタールに届けたい、うん、そしてその子どもたちがきちんと日本人の代表としてカタールへの感謝の気持ちを届けたらワールドカップを見に、ね、行こうじゃないかという企画をね計画されておりまして、そしてそちらの方の募金活動もされております。クラウドファンディングも行われているみたいです。ぜひじゃんけんマン鹿児島と検索していただきますと、まあ、じゃんけんマンだけでもヒットするんですけれどもね、各 SNS から彼の今の取り組みご覧いただきまして一緒にご支援いただけますと幸いです。ぜひ10月1日足運ばれた際にはね募金の方もご協力いただけますよう何卒ご協力お願いいたします、はい。ではあっという間にね終わっちゃう今夜のバニラスカイ、石塚作曲家の大先生ありがとうございました。ありがとうございました。石塚だってヨーコ先生もお疲れ様でしたありがとうございます。もうやっとけよっていう感じではございますけれども、まあ来週ぐらいまではずっとこの調子でお届けしたいかなと思っております、はい、ではでは皆さん今週1週間もハッピーでいてくださいね、はい、いいですか。はい、いいお返事でございます。ではヨーコも皆さんに負けじとハッピーでおりますよ。では石井さん一緒にせーのバイバイハッピー。